ボギーじゃないか。あ、違う、何やってんの。はい、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber、嘆きのアリアです。さあ、今回もですね、マリオゴルフスーパーラッシュやっていきたいと思います。前回ですね、ビゴリゾートのスピードゴルフのうちゴーイングアウトというね、序盤の9ホールをクリアいたしました。でね、なんやかんや事情があって戻れないということなので、今回はそのままカミングイン、後半9ホールですね、の方を回ってみたいと思います。ということで、受付に参りましょう。受付どこかしらね。みんななんか、佇んでますけど。コースの北側にあるし、一番高台を通る涼しいコース。途中が通れない。あー、なんか塞がってるんですかね。いろいろなコースには難関があって、ふさわしい名前がついている。インの13から15はトレジャーコーナー。お宝コーナー。なるほど。狙おうと思えばすごいスコアが取れる。15番ホールから街道に出られる道がある。おー、なるほど。受付、あ、いましたね。こんにちは。受付はしているのですが、15番ホールから先に進めない状態です。グリーン周りに溢れた水で近寄れない。なるほど。岩山を通るので暑くはないですが、変わらず制限時間はあると。わかりました。ではやってみましょう。とりあえずアンズルより有無が易し。ブロンズスピードゴルフ、はい。タイムカウント。さあ参りましょう。パー4ですね。サンボがいっぱいいるけど、まあそう、うん、ちょっとなんか岩場が。3ホールごとに制限時間がある。はーい。11分。Ready? 速攻で行きましょう。ツバイ。ナイス。ゴー。サンボがとても邪魔。ほーい。とりあえずぶっ放していきます。意外に時間ないかもしれないですね、これね。フェアウェイ、ワンオンです。ワンオンではないです。ツーオン、いけそうな感じ。いった！コインいっぱい出てきた。わーい。わーい。でもこれよく書かれると、時間がね、どんどんなくなっていっちゃうんで、ほどほどに。え、ここ、狙い！肉、い。狙うは1点。ここ！通りました。結構危ない道を通った感じですね。いけそう。グリーンは乗ってそう。6.4。いけんじゃないですか？わかんないけど。起伏に飛んでなければ 6.4 は射程圏内ですけどね。いけそうな雰囲気。ほぼフラット。ゴー！オッケーでーす。ナイスバーディー。まあ、3ホールごとのね、制限時間だったら全然いけますよ。オーバーマイナス1。次です。うわ、起伏に飛んでます。もしかしてパー3。これはフルに打って多分問題ないはず。よいしょ。では参りましょう。乗ったかな。乗りましたね。多分もらえるものはもらった。ナイスオン。ほぼフラット。おお！油断ですよ。これが油断ですよ。パー。油断大敵ですよ。ほぼいけるでしょうと思ってね、普通にやったらね、ダメでしたね。さあ次、パー5。4.3メートルの打ち上げ。うわ、起伏飛んでます。これはスペシャルでちょっと飛距離を稼いでおいた方がいいかもしれない。これスティンガーショットっていうらしいですよ。奥義、スティンガーショット。ミスタースティンガーに教わったからスティンガーショットなんでしょうね。さあフェアウェイ、いい感じ。ここは水は関係ないですね、よく考えたら。さーて、あっち側。2オンは無理でしょうね。でもね、言っても、うわー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 、安全策。ちょっとブレそうなんで、こっちの端っこの方ギリギリ限界を狙っといた方がいいかな。いや、それともちょっと弱めに打っていくか。悩ましい。でも悩んでる時間はない。
バックスピンをかけてなるべく転がらないようにしましょう。ランを少なくしましょう。ててこのなんか橋を走るのね、気持ちいいですね。橋を走るって別に狙ってるわけじゃないですけど、111ヤード、まあ、パー5ならしゃあないしかな。打ち上げちょっと補正かけて、え、強い、これは強いですね。しくじった。あー、まあ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 、遠いですね、遠いですね。ナイスオン、ナイスオン。いや、でも意外にこれまっすぐなんじゃないですか。いける気がします。弱い弱い、だいぶ弱い。はあ、ボギー届いた。あ、違う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 、何やってんの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 何やってるの何やってるんですか、私何やってるんですか。バカした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 、焦る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 、まだ焦る時間ではない。地獄のようなスコアになったんですけど、地獄のようなスコアになったんですけど、やらかしましたね、やらかしましたね。これはナイス、チャレンジ成功、クリアしたからよし、クリアしたからよしです。あ、なるほど、連発でやっていくんですね。13、14、15行くのかな次は。これ嫌ですね、ちょうどあそこの柱のところに当たりそうな感じ。さあ、なるべくスコアを取り戻していきたいところですが、いい感じのところに落ちたかな。フェアウェイ、なるべく低い弾道で狙っていきたいところですが、これなら大丈夫かな。大丈夫か、大丈夫でしたね、いけました。さあ、ほどほど近い位置に行ったのでは。 8.2 グリーンエッジ、これこそほぼフラットの下がり気味だからちょい弱め、いかがですか。よし、入りました。久々に入った気がする。バーディー、取り返していきましょう。さっきのトリプルボギー、はい、これで今プラ1ですね。次、うわ、谷間のコースですか。打ち上げ、めちゃくちゃ打ち上げじゃないですかこれ。バンカーには入れたくないのでちょっと右目に、へい、右目が過ぎるのでは。ラフにはいかないでいただきたい。あ、大丈夫そうですね、いい感じに転がりました。あそこなら狙える。194、あー、絶妙に2オンはできなそうな予感がいたしますが、と思うじゃないですか。これを使えば届くんですよ。203ヤード、スティンガーショット、弾道低すぎて、弾道低すぎて行ってない気もする。大丈夫かな、乗ってくれたかな。グリーン、おお、 2.4m、 すごい、ベタピンですね。いい感じに行ってくれました。じゃあこのままバーディーいただいちゃいましょうか。強い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 、 OK、 完璧ですね、バーディー。これでさっきのトリプルボギーは取り返しましたよ。さあラストホールですかね。15までしか行けないって言ってましたもんね。あ、終わった、終わりました。レベルアップ、2レベルアップです。コントロールはなるべく上げていきたい。なんか能力値もだいぶ強くなってきましたね。スピン弱いけど、これ以上は進む。うわ、水がすごい。街道から戻れますので一度引き返しましょう。この水は、あ、あの岩を壊せばいけるのでは。せき止められてる影響がいろんなところに出ているようです。はい。オアシスが枯れたり、水が溜まったり。試してみましょう。お、お、ゴルフボールで壊せます。スティンガー、ショット、
グオーン、パーン。砂糖菓子のように壊れましたけど。おい、こっちだこっち。ん？ビゴリゾートコースのレッスンプロ。はい、ゴルフを指導し、ゴルフの指導して生活をしているもの。すげえ威力のショット、教わったばっかりですけどね。エナジーの力、そうです。これで水が引いたんだから。ビゴリゾートに戻ってこのことを知らせる。はい、どうぞどうぞ。私がやったっていうことを伝えておいてください。アウトとインの行き来ができるようになった。18ホール開通。戻りましょう。さて、自由に回れるようになりました。本当にすごいゴルファーですよ。めっちゃ褒められる。トーナメントはしばらく開催されません。18ホールを制限時間以内に回る査定。チャレンジスピードゴルフ。なるほど。そんなものがあるんですね。じゃあ、チャレンジスピードゴルフやっちゃいましょうか。ゴルフ協会本部から連絡がありました。はい。スピードゴルフでライセンス試験。タイムカウントを過ぎてしまうと失格。プレイします。チャレンジスピードゴルフ。参ります。さあ、ライセンスをかけた戦いが始まりますよ。ライセンス確認、ブロンズ。受付を確認。はい。ホールアウトした時の打数も1打30秒。なるほど。おう、ブルー。テレサも、シルバーライセンスに挑戦しますよ。レイクバレーを終えてここまで来たってのに。はい。大岩壊しました。褒めて褒めて。研修生だったのに先を越されちまったようだな。スピードゴルフの練習をしていく。同伴は自由。なるほど。行きましょうか。何ですかその顔。嫌な顔するなって。おお、認めてくれている。ブルはパワーしか見ないからな。はい。では参りましょう。さ、ホール1からホール18までですよね。っていうことは、割と長期戦になりそうな感じがいたしますが。2、1。おーい。さ、急ぎましょう。後ろからすごい勢いで迫ってきますけど、ひるんではいられません。うお。なんか賑やかな BGM ですね。さあ、ちゃんとフェアウェイには乗っておりますが、ブルに体当たり。よし、このまま行けばいけそう。ほい、3本にも当たりませんでしたね。よかったよかった。よっ、 5.3。 ナイスオン。怖い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 。うわー、結構難しいねこれ。いかがか。にゃー、チェチェ。はい、まあ、とりあえずパーなんでよしとしましょう。実質的に打数の分時間も引かれていくのであれですよね。結果的に打数が多すぎるとクリアはできないぞっていう感じだとは思うんですけど。はい、では次、パー3。レディー。打ち下ろしなので勢いが出ます。おお、ブルもスペシャルショット。やばい、ボール弾き飛ばされる。めっちゃ飛ばしましたね。いけてるのかな、大丈夫かな。ラフ、ラフか。ちょっとラフは嫌な感じですね。お、遠いな。寄せましょう。ほい。はい、パーです。ナイスパー。パーで押さえとけば問題はない。さあ次、今のところやっぱ一番時間早いですね。 6.2m の打ち下ろし。2、1。あんまり転がらないでほしいんでバックスピンかけてみましょう。テレサがなんかやろうとしている。すごい嫌で、先に打たせるテクニックも大事になってくるかもしれないですね。うわぁ、大丈夫だったかな。大丈夫でした、ね、
ごご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 ごさて、打ち下ろし。ちょっと補正かけて。こんなもんで。取れなかった。まあ、時間は余裕があるんで、のんびり行きましょう。グリーンエッジだ。行き過ぎましたか。遠いな。やっぱ打ち下ろしだと結構飛びますね。まあ狙えるなら狙っていきたい。結構曲がりそうな気がしますよ。こんなもんで。全然外れた。全然外れました。ほい。オッケー。パーならよし。パーならよしです。さあ、とりあえず3ホールはクリアですね。ナイス。ナイス。チャレンジ成功。さあ、では次の3コース行きましょう。ホール4、パー5、494ヤード。まあ、コース自体は全部回ってますからね。ここはスペシャルショットを温存せず使ってしまいましょうか。ここら辺かな。オッケー、吹き飛べ。バンカー行ってそう、バンカー行ってそう、バンカー行ってそう。大丈夫か。フェアウェイ、よし。でも2オンはできませんね。結構飛んだな。ここか、よし。1ウッドで。ほいやー。さ、なるべくコインも取りつつ、フェアウェイ。打ち上げ。こんなもんでどうでしょう。吹き飛べ。よし。行き過ぎ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 です。行き過ぎです。アプローチの鬼。オッケー。ブル外してる。バーディー。いいですね。さあ次です。5ホール目。パー4。ちょっと補正かけましょう。右の方を狙ってなるべくバンカーに入らないことを祈りつつ打つ。うおお。だいぶドスドス走られると吹き飛ばしたくなりますね。あ、ラフですかこれ。ちょっと傾斜があるので右気味に、そして打ち下ろしなので弱めに打つ。ブレた。どうなることやら。乗ったっぽい、乗ったっぽいけど遠いっぽい。ラフだ。まあここはアプローチで寄せた方が良さそうですね。ラフからだとね、あんまりさすがに転がらないので。いった。許さんぞブル、許さんぞブル貴様。強い。強くなかった。オッケー。パー。周りに飛び散ったお金回収すればよかった。さあパー3ですね。次はレディ打ち上げ。ちょっとギリを狙うべき。ああ、これは強い。強いですね。大丈夫かな。よし、効かなかった。いた。いた。グリーンまで0ヤード。0ヤード。ほぼグリーンってことですか。あ、ほぼグリーンです。これは狙っちゃっていいんじゃないか。うわ、チップイン、チップインみんなしてますよ。ブルの足元。
ほい。テレサがバーディー稼いでますね。まあまあまあ、パーならばよし。よし、ということでね、では前半の6ホールまで回ったところでね、今回はこの辺りとさせていただいて、次回ね、また18ホールまで頑張って駆け抜けていきたいと思います。次回こそはね、シルバーライセンス取れると思うので、乞うご期待でございます。ではでは、嘆きのアリアがお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。